皆さんこんにちは、イナワーク TV の川島です。本日は視聴者様からのご質問がありました。というかリクエストですね。どのようなリクエストかというと、ワードで表を左右に並べる方法、そして表の中に表を入れる方法ですね。複合表と言います。この2つについて今日は解説したいと思います。まずは表を2つに並べる方法、これは2つの方法をご紹介しますね。まず1つ目は、1つの表を分割して、表自体は1つなんですが、罫線を隠してあたかも2つあるように見せる方法です。表を挿入するには、まずは挿入タブから表を選択します。そして今回は2列ずつの表を作成すると仮定します。その場合、間に1つ列が加わるので、今回は5列になります。まあ、行は適当に入れていきますね。5列というのを確認して、合っていたらクリックをします。すると5列の表を作ることができました。ここでこの真ん中の列ですね、この罫線を消すという作業を行います。まずはこの消したい3列目の列を選択します。今回はテーブルデザインタブを使います。こちらをご覧ください。まずは選択していることを確認して、どのようなスタイルかなどをここで設定していくんですが、今回はこの右から2番目になる罫線、この下の下向き三角をクリックします。そして一番下までマウスを移動して、選手とページ罫線と編みかけの設定をクリックして、細かな詳細を設定していきます。罫線と編みかけタブの中の罫線タブが開いているのを確認してください。間違えてページ罫線タブなどを押しても、見た目、画面の見た目がそっくりなので、間違えないように罫線タブが開いていることを確認しましょう。この状態でこのプレビューで消していきます。今実線が横に 1,2,3 と引かれていますよね。なのでこの罫線をクリックして、このように消していきます。縦線は消してはいけないので、このまま残した状態で確認ができたら OK をクリックします。するとこのようになりました。実は1つの表であるので、選択をするとこのようにはなりますが、このように見た目は分かれたようになりますね。もし列の幅をそれぞれ調整したいのであれば、まずはできるだけ一緒に選択をしましょう。ただこの2列は選択ができますが、離れたところをコントロールキーを押してこのように選択しても、高さや幅など見て分かるようにグレイアウトしていて、要はクリックができないようになっている。つまり離れたところを同時に選択してサイズを変えるということができないというのが分かりますね。ではもう一度、離れていないところですね、まずはこの2列を選択します。するとこのレイアウトタブの幅が反転してきました。ここは任意で構いません。クリックをしながら、数字を見ながら調整をしてみてください。では今回25ミリにしますね。では離れたところ、こちらに関しても25ミリ、あるいは繰り返しの操作は F4 キーを押すことで同じ作業をすることができました。このようにして列の幅を指定していきましょう。また表というのは今回1つなので、等倍で幅や高さを調整するには、マウスカーソルを表の上に置いた時に、左上とそして右下にこのような記号が出てきます。この状態で今回はこちら、斜め矢印にマウスカーソルの形が変わったら、押しながらドラッグをすることで、このように等倍で、まあ高さもこのようにできますが、等倍で小さくしたり大きくしたりすることができます。この状態でも構いませんが、
ちょっと極端にやりますね。こんな感じで表全体が真ん中にしてほしいというのであれば、表全体を選択してホームタブに戻って、そしていつものように文字と同じ中央ドロエをクリックします。すると表が左右中央ドロエになったのが分かりますね。あとはご自身でこのサイズなどは変更をしてみてください。まず一つはこのような方法、一つの表で中央の罫線をなしにすることで二つの表のように見せることができます。続いてもう一つの方法ですね。表を削除します。表の削除は左上のこのマークをクリックしてバックスペースキーを押して表を消します。今度はワードのページ設定を行います。どのような設定をするかというと、段組みを行います。段組みはレイアウトタブをクリックし段組み、今回は2段組みにしたいので2段をクリックします。ここで表を1つ、今回は3列にしてみますね。このようにして表を追加することができました。この状態でまず段組みの説明になりますが、エンターキーを押していって一番下まで行ったら、次は、はい、このように2段組みの設定をしたので右側にエンターキーを入れることができました。少し表が大きいので右側の罫線が隠れてしまいましたね。まあこのようにしてドラッグをして調整をするか、ページの余白などをもう少し狭くすることで今の大きさの表を表示したいのであれば、ちょっと戻しますね。このようになってしまった時に余白を狭くすることでこの表を見せることができます。レイアウトタブから余白をクリックしやや狭いにしてみますね。表示することができました。また表を真ん中にしたいのであれば、選択した状態で中央ドロエを押してください。このようにして表をコピーをして、そしてここに貼り付ける、このようなこともできるかと思います。ただいや、この下というのは普通に2段組じゃなくて1段組でいいんだという場合もありますよね。この表は一度消しておきますね。その場合はいいですか、少し難しくなりますが、ここまで画面を戻します。ここに表を入れて、そしてここは1段組にしたいという設定ですね。この状態で今度はレイアウトタブから段区切りを入れていきます。区切りの中の段区切り、するとカーソルがこっちに行ったのが分かりますね。この状態で、まあ、先ほどコピーしたものを貼り付けます。この状態でもう一度区切りを押して現在の位置から開始をクリックします。カーソルがこちらに寄りましたね。そうしましたらまた段組みを1段組みに戻します。少し位置が揃っていないという場合はここですね、開業マークが入っているのでデリートキーを押して揃えることができます。もし場合によっては今のようなことができない場合には、文字列をすごく小さく限りなく1ポイントなどにしていただいたり、段落グループにある行と段落の設定から行間のオプションを押して、そしてこのチェックを外してみてください。今回は綺麗に揃っているのでこのままにしたいと思います。文字を打ってみますね。はい、このように次からは1段組にすることができました。まず一つ目というのは、表を一つの状態でこの部分の罫線を消すというやり方、もう一つはワードのページ設定を2段組みにする、そして左右に寄せるんですが、今のように2段組みにした後に、もしかしたら、まあ、視聴者様からのご質問ではこのように1段組みにするという指定とかはなかったんですが、
このようなことも想定されますので、その場合は今のように段区切りを入れてセクションを変えて、そしてこの下は1段組にしていくというような設定をします。もうちょっと分かりづらいなという場合はですね、裏技にはなりますが、挿入から図形でテキストボックスをこのように一つ入れるんですね。テキストボックスの色というのは塗りつぶしで、ほら消えてしまいますよね。塗りつぶしの白で、そしてこう黒い実線が書かれているんですね。なので図形の塗りつぶしをなしにして、そして罫線、図形の枠線もなしにします。そしてこの中に表を入れていきます。一つ表を入れて、そしてテキストボックス自体を選択して、コントロール C でコピーを取り、そしてもう一つコントロール V、 二つのものができましたら、同じようにこのように並べてはどうでしょうか。表の移動というのはちょっとね、折り返しを変えてしまうので、私はテキストボックスの中に入れていただくというのをお勧めします。まあ、オプション的にはもう一つ追加されて、大きく3つのご紹介をしましたが、最後のテキストボックスというよりは一番最初にご紹介した罫線を消すというのがいいんじゃないかなと思います。では最後になりますが、表の中に表を入れる複合表をご説明します。ちょっとしたコツがありますので、そちらをご覧ください。まずは表を入れていきますね。今回はまあこのような表を作ってみました。この中に表が入るということで、カーソルがある状態で今ここに入ってますよね。この状態でまた表をこのように入れていく、これが複合表になります。ただこの位置関係をですね、この中の表をこのように動かして表を整える方法と、もしくはこちらで説明しますね。これはレイアウトタブを押していただいて、そしてこちら配置グループの中で先にどこの場所に複合表を入れるかを設定します。では今回は下に中央に、横位置は中央、そして縦位置は下に、こちらになりますね。下揃え中央、こちらをクリックして、まず先に配置をしておきます。そして挿入から表を入れていきます。先ほどと同じように2列3行を入れるとします。するとこのようにぴったり配置をさせることができました。このような複合表ではなくて、この一つのセル内に細かく線を引いていきたいという時には、複合表ではなくてセルの分割になります。セルの分割はレイアウトタブのセルの分割、こちらを押していただいて、まあ、何列の何行にこれを分割するかを聞いてくるので、では今回は2列の3行、2列の3行にして OK を押します。するとこのように分割することができました。逆は結合になりますので、選択をして、そしてセルの結合、このようなセルにしたい場合は先ほどの複合表ではないので、このようにセルの分割、結合などを行いながら細かな作業をしていくことができます。では今回は2つに分けて表を作る方法を3パターンご紹介しました。そして最後に複合表、そしてセルの分割、結合などをご紹介しました。稲垣 TV ではこのように初心者の方に向けて動画を配信しております。もしこのように動画のリクエストなどがございましたら、下の概要欄からコメント、今回のように動画に対してのご質問以外のリクエストに関しては下の概要欄にリクエストフォームを設けています。そちらに送っていただけると助かります。では今日の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。またね。稲垣 TV チャンネルではメンバーシップの仲間を待っています。
学びに年はありません。あなたを待っています。